常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。すすきののね、遺体遺棄事件ね、死体遺棄事件の件でですね、いろんな続報が出ています。でね、明日ね、須田慎一郎さんにお越しいただいてですね、ニュース常年の方で詳しくお届けはするんですが、まあ、現時点で出ているね、公開情報をね、まあ、ちょっと内容は内容だけにね、はい、皆さんと共有だけしておきたいなと思いまして、まずですね、読売新聞ね、もう公開情報なんでこれ言っちゃっていいと思います。はい、すすきの、切断遺体、瑠奈容疑者は男性とトラブルか、父娘でノコギリやスーツケース購入というですね、驚々しい記事が出てます。これもちょっとそのまま読みますね。はい、札幌市のすすきの地区のホテルで頭部がない男性の遺体が見つかり、札幌市厚別区厚別南、職業不詳田村瑠奈容疑者かな、父親で医師の修容疑者が死体損壊、領得、遺棄の疑いで逮捕された事件で、北海道警は25日、新たに母親でパート従業員の浩子容疑者を逮捕したと。で、3容疑者が同居する家から一部が腐敗した男性の頭部が見つかり、同型は歯の特徴からホテルで見つかった恵庭市の会社員62歳と特定されたと明らかにしたということで、もうこれあれですね、死体、遺棄、それから領得、損壊ね、損壊、領得、遺棄はもうほぼほぼ、立証されたような感じになっちゃいましたね。はい。で、まあ、当然ですけど、その損壊する前に、じゃあ、なぜその人がね、亡くなったのかっていう問題。まあ、これは当然、この後注目になると思うんですけど、で、その捜査関係者からのね、リーク情報としてですね、このまあ、娘と父親ですね、この二人がですね、札幌市内で、ノコギリやスーツケースを購入していたことも判明しているそうです。で、ノコギリは凶器に、スーツケースは切断した頭部の運搬に使われた、疑いがあると見ていると。さらにですね、この瑠奈容疑者ね、娘の方ですけれども、男性との間にトラブルを抱えていたことも分かったと、いうことです。で、このトラブルの内容についてはね、あそこ、集英社オンラインかな、まあ、要は週刊新潮だと思うんですけど、詳しく報じているので、まあ、ちょっと中身はそちらをね、見ていただける。まあ、ちょっとこの後紹介するニュースもちょっと出てきますけれども、もともと知り合いだったっていうことは、これは間違いないそうです。で、父親はですね、その凶器の準備段階から関与したほか、娘のですね、娘が事件をね、まあその移動するのにその車のね、送り迎えをしていた可能性があると。だから共犯として逮捕と、いうことです。で、母親の方は、まあ頭部がですね、自宅にあるのをですね、まあ認識していた、ね、認識していたのに、まあそれをちゃんと通報しなかったということで、まあ共謀関係にあると。いうことで、それぞれ役割、まあどうなってたのかということを調べてですね、まあ殺人容疑も、視野にですね、捜査を進めると、いうふうに書いています。で、ちなみにですね、この、まあ、修容疑者ね、精神科医なんですけれども、札幌市内の精神科の科長として勤務していて、関係者の女性によると、入院患者のうち精神的ケアが必要な患者への対応を担ってきたと、外科に関する処置などは一切しなかったと、いうことです。で、事件後もですね、普段と変わらない様子で働いていたらしくてですね、まあ、患者らと、真剣に向き合っていたと、いうふうに言っているそうなんですが、まあ、この病院自体もね、まあ、共産党系のね、病院なんですけどね。はい。それからね、もう一つですね、週刊ポストセブンですね、ニュースポストセブンですね、すすきのの、まあ、事件、玄関先に気味悪い大型大量クーラーボックス、娘のことで夫婦関係に亀裂、容疑者一家が暮らしたゴミ御殿で起きていたことということで、これまたね、意味深な記事が出てますね。はい。で、まあ、この修容疑者のことね、まだ書いてあって、この勤務先の病院ではですね、過労死やうつ、メンタルヘルスに関する講演会やセミナーに登壇する機会も多く、地元の名士だったと。一方で、彼の気候について指摘する、近隣の住民もいたと、いうことで、なぜか毎日のように自宅の玄関先でカップラーメンやコンビニ弁当を立って食べていましたと。現役の精神科医であんなに立派なご自宅なのに、てんてんてん。また家の前に、気味が悪いほどクーラーボックスが無造作に積まれていて、物置のようになっていますが、釣りが趣味とは聞いたことがなく、ちょっと謎な感じでした。
家庭菜園を楽しんでいたようですが、家庭菜園をするのにそんなにたくさんクーラーボックスは必要ありませんよねということで、ちょっとこれ怖いね、なんかね、この気候というかなんというかね。はい。で、なぜ修容疑者は連日の立ち食いをしていたのかということで、捜査関係者はですね、こんな風に言ってると。実は田村家はゴミ御殿なんですと。と、まあ、いわゆるゴミ屋敷ね、はい、ゴミ屋敷なんですということなんです。で、この、捜査関係者曰くですね、25日に自宅にガサ入れが行われ、血液の付着していそうなものを含め事件に関連すると、見られるものが押収されましたと。押収された段ボールは42箱、これは一般的な家の家宅捜索の倍の数ですと。家の中はゴミなどが散乱しており、あまりの多さに明日またガサ入れする予定ですと。きっと修容疑者はゴミだらけの自宅で食事をする気になれず、わざわざ外で食事をとっていたのではないでしょうかということで、なんでと。お母さんもいてね、まあ、娘さんはちょっとね、まあ、心を病んでいたかもしれないというのはね、情報入ってるんであんま言えないですけど、まあ、奥さんもいてね、家庭菜園なんかしてた人ですから、お時間もあったでしょうに、なぜ片付けができなかったのかね、なんかちょっと切実な問題を抱えていたようですね。で、この、記事ではですね、その知人がね、はい、修容疑者の方の知人がですね、こんな風に言ってます。妻はパート従業員と報じられていますが、もともとは看護師で、医師と看護師の結婚だったそうですと。妻が描いたアマビエのイラストを修さんが SNS で披露するなど、一見仲が良さそうでしたが、実は娘さんが小学校の高学年で不登校になってから、夫婦関係に亀裂が走ったようですと。修さんは仕事はもちろん、趣味の音楽活動にも打ち込み、バイタリティに溢れる方という印象でしたが、その背景には、自宅に居づらい感情があったのかもしれません。考えてみれば、部屋の様子が分かる写真を SNS で公開したことはなく、自宅がゴミ屋敷だったと聞いて納得ができる部分もありますという。なるほどね。そういうこともあったんですか。なるほどね。まあ、心の病をね、ケアするお仕事だったんですが、なんかちょっと、ご本人たちがね、心に何か闇を抱えていたのではないかなと思わせるようなね。まあ、これよくあるんですよ。片付けの評論家のね、家が片付いてないとか、教育評論家の子供がグレてるとか、ね、経済評論家のくせに全然、株で儲けてないとかね。あんま僕も人のことね、言えないですけど、僕はでもほら、アベノミクス当てましたからね。それまでずっとダメだったんですけど、アベノミクス相場で、まあ、どんどん当てましたからいいんですけど、まあ、なんかそういうことよくあるのでね。うん、今夜の白バカマじゃないんですけれども、まあ、精神科医のゴミ屋敷みたいなね、そういうことだったのかなと。ちょっとなんか、なんて言うんでしょうね、闇ですよね。心の闇をなんか感じるようなね、感じしますね。で、それからですね、これ北海道新聞がですね、これちょっと有料記事ですね、暴行トラブル発端に計画か、自宅に頭部、母も把握、すすきの、事件と、いうことで、まあ、こう、暴行ね、まあ、要はその、今回被害に遭った、まあ、A さんという、まあ、方なんですけども、今、写真とかもね、バンバン出てるんですけど、まあ、ああいう、なんていうんでしょうね、レインボー系のですね、まあ、そういうイベントとかね、まあ、ディスコイベントとかそういうのに、まあ、ちょいちょい過激な格好をしてね、顔を出している方だったんですが、まあ、集英社、ウェブだっけ、まあ、要はあれですよ、まあ、週刊新潮ですよね。報道によると、まあそういうところに行ってですね、で、まあ女装してきてるんですよ。女装してきてるんですけど、突如として男に戻る人だったらしいんですよね。というか、ナンパ目的で女装してたんじゃないんですかというようなことをね、まあ周りのお客さんに非難されて、で、お店からも出禁になってるという、そういう人ですね。まあ昨日もちょっとその一部ご紹介しましたけどね。それから混浴のね、ところにまあ行って、まあちょっと覗いたりとかね。だから、格好は女性の格好してますけど、まあ、中は男と。まあ要はLGBT 法案ね、通るときに、こういうのあったら危ないんじゃないのと。ね、女性スペース守んなきゃいけないんじゃないのみたいな議論になった、そういうまあ危険行為ですね。リスクのある行為。まあちょっと一種の、ね、そういうまあ問題のある行為をですね、まあなんかやってた節があると。で、実際にまあこの人はその界隈では有名人で、その手のね、まあ方が、ガチでね、そういうまあ、同性愛の方とかそういうのが集まる、まあバーみたいなところに行って、で、自分も入れてくれと言って、まあその会員制のところ行ってですね、で、その女性から電話番号聞き出したりとか、連絡先聞き出したりとかするようなことをしまくってですね、で、その後だから、男なんですよね、まあ格好女ですけど、男みたいなことをしていて、で、それでまあソース感を食ってね、はい、その店出禁になるみたいなエピソードもあったらしいと。で、そういう人とですね、まあ、なんかで知り合って、この娘さんがね。で、その知り合った後に、まあ、トラブルが、
どうも発生したらしいと。どんなトラブルかっていうのはちょっとなかなかね、はい、まあもう出てますけどね、今日ね出てますけれども、無理やりねちょっとそういういかがわしいことをされてしまった、のではないかと。まあこれ実はおじいさんがね、この家のおじいちゃんがいるんですけど、このねまあその容疑者というか、まあ、今回捕まったね、はい、娘の方の、まあ、おじいちゃんがですね、まあ、そういう証言をしていると。まあ、このあれですよね、修容疑者の、お父さんにあたる人ですけど、まあ、瑠奈容疑者の、おじいちゃんが、まあ、そういう証言をしていて、でまあ示談が成立したんだけれども、そのまあ、示談の、示談破りみたいな形でね、まあ、今回そのホテルに呼び出されたかなんか連絡を取ってきて、でそれでまあやるしかないと思って及んだんだろうと、こういう犯行にね、ということをまあおじいちゃんが言ってるんですけれども、まあその本当のところはちょっとどうかね、まあいろんなものがこう錯綜すると。まあ共産党のご活動とかね、それからその心の闇の問題ね、そしてまあその LGBT ねにまあ関わるですね、まあいろんなそのリスクの高い行為をするね、まあその協定破りみたいなことをやってた、まあ協定破りというかなんというかね、まあそういうのも多分界隈ではご法度だと思うんですけど、まあそういうことをまあ平気でやっていた、まあその被害者ですよね。まあそういうふうにまあ言われてますからね。はい、まあいろんなこう複雑な要素がまあ絡み合っていてですね、まあこの問題ちょっと一筋縄ではいかないなと、いう感じです。まあいずれにしてもですね、まだね、まあこの報道では今、これぐらいしか出てないんですけど、だんだんまあ全容は明らかになってくるとは思うんですけれども、まあそのいわゆるね、そのまあ女装だけして中身男性っていうその偽装問題ね、まあこういう問題もまあおそらくね、我々ね、まあその、この LGBT 法案通すときにさ、こういうの問題なんじゃないのって、まあまさにね、こういうリスクあるんじゃないのって言ってたのが、まさにこの事件の中に入っちゃってるわけですよね。しかもその、まあ推進してた側のね、共産党ですよ。ね、救助の会とか、ね。まあさらにその、まあ、そういうまあ事件が、トラブルがあって以前ね、そういうまあ、その、格好だけ女性だけど中身男性っていう人で、で、騙されて、トラブルになって、ね。で、ひどい目にあって、で、それに対する復讐みたいな側面もあったのかと。まあでも、だからといってね、命を奪って、なおかつね、頭部をね、ああいう形で切断して、家持って帰ってたのも、またこれ、どうなのみたいな、その、まあちょっと、その犯罪の猟奇性みたいなところがね、もういろんな要素が、まあ、すごい入っているので、まあこれ、ワイドショーに、まあ、がぜん注目を集めているところなんですが、まあこの辺のですね、まあ詳しい話ね、まあ、現時点で出ている話、それからまあ須田さん独自に取材もしてますので、まあ、この辺も含めてですね、明日ニュースジョネの方でね、はい、詳しくやりたいと思いますので、明日の朝8時からぜひご覧いただけると嬉しいなというふうに思います。ということで、ぜひね、皆さん、いいねボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容ね、今日の内容、参考になったという方はぜひ、Thanks ボタンでご支援いただければというふうに思っております。ガオー。